こんばんは、こんばんは始まりました。こんばんは、やっほー。こんばんは、こんばんは。今日もしますよ。はじめまして、はじめまして。毎度毎度。お、ちょっと待って、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。こんばんは、こんばんは。遊びに来ていらっしゃい、ピカルンちゃん。お疲れ様、ありがとう。はじめまして、はじめまして。眠たい、眠たい。もうそっか、9時やもんな。こんばんは、今夜もかわいいかわいいピカちゃん、ありがとう。ピカルン、こんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。間違えた、間違えた。こんばんは、こんばんは。連続配信や。そう、連続配信ですよ。カビゴン帽子かぶってる。ほんまや、多分お母さんがこぶしたかもしれん、あれ。ピカはね、帽子が大好きなんですよ。だから帽子が結構ね、部屋にあるんです。イルミネーション動画ありがとうございました。あれめっちゃ恥ずかしかった。海岸ゾンボした。おもろ。こんばんは、こんばんは。サッカー見てた？サッカー、あのキックオフ前に寝落ちしました。起きてようと思ったんですよ。で、朝まあ目が覚めてテレビ見たら、ちょうど買ったぐらいかな、買ってると思って、すごかったですね。ほぼね、見てなかったですけど、でニュースでいっぱい流れてて、それ見てました。朝ね、起きたら買ってましたね。半分寝てます、半分寝てる。かわいい、ありがとう。今日見に来れて嬉しいの。よかった。こんばんは、こんばんは。はじめまして、はじめまして。うん、気分でもヤッホー、ヤッホー。ピカゴン、ピカゴン。ね、後ろにカビゴンいるから、ピカとか着てて、普段のピカってことね。どうもどうもどうも。かわいい、ありがとう。かわいそう、ありがとう。4時はきついよね。いや、4時耐えれへんかったな。さきちゃんが引っ張るのあれがて、へへ映ったと。いや、そうなんよ、映ってしまう。あれは夜更かしだ。そう、夜更かしし してました。こんばんは、こんばんは。オリックスみたいな奇跡やったね。いや、ほんまにすごいな。なんかさ、スペインってさ、優勝候補やったっけ。スペインやったっけ。あれ。ピカルン、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ショールームでピカルン見るたび魅力に惹かれていく。めっちゃ嬉しい。カビゴン、髪生えちゃう。カビゴンな、あれだ、ベレー帽かぶってる。次のクロアチア勝ってほしい。クロアチアってさ、強いん？めっちゃ気になる。こんばんは、こんばんは。でもそっか、強いんか。こんばんは。日本のサッカーのピカルの回想ワールドクラス、ありがとうございます、嬉しい。ドイツスペイン優勝候補やね。あ、そうなんや、すごいな。なる、こんばんは、こんばんは。キュンポーズして、キュンポーズって何か分からん。クロアチアも強いのよ。そうなんや。ちょクロアチア最初から最後まで見ようかな。ならちょっとね、野球も今やってなくてあれなんで、暇なんでね。前回に準優勝。そうなんや。サッカー初心者なもので、ちょっとね、わかんないんですけど。クロアチア戦は12時から大丈夫やね。絶対見よう。クロアチアやっぱ強いんや。でもさ、日本もめっちゃすごいな。こんばんは、こんばんは。同じ会に出会って好きになりました。嬉しい、ありがとうございます。もっと好きになってね。嬉しい。はじめまして、はじめまして。次は12時キックオフやから見れるね。見れるな、それは。見ます、絶対見ます。ね、そう、なんか昨日はその配信じゃない、ちょっと待って、ごめんなさい、ライトの色変えます。ね、あれ、そう、その番組自体みたいな始まっててんけどね、あとキックオフまであと何時間みたいな。
あれを見てたら寝ました。久しぶりにひかるちゃんに会いに来たい。来てください、会いましょう。こんなやぴょ見てにツイート実況しようか。あやぴょめっちゃしてたな、見たあれ。9時に寝なさい。9時、もう9時過ぎてる。クロアチアワルワリッチって名前の選手ばっかりで、そうなんや。ちょっと調べてみよう、気になる、面白そうやな。そっか、そっかって何が。イチカルの時は早起きする、早起きすればよかったな。こんばんは、こんばんは。またお話しかやったらもっとたくさん買えます。ありがとう、めっちゃ嬉しい。自分にツッコミ入れた。いや、めっちゃ今考えた。考えた結果何か分かんなかったです。ちなみにエースは元リッチ。なんか聞いたことある、聞いたことある。くちゃん、ごめんなさい。画面に出るたびにファンになる人が増えていく、嬉しい。ショルームも、ごめんなさい、頑張ります。東京引っ越してなかなか対面で行けないからオンラインには頑張っていくね。ありがとうございます、待ってます。いっぱいお話ししましょう。 FIFA ランキングってのでクロアチアは世界12位、日本は20位。そんな違うんや、やば。昨日3時間しか寝てないから眠たい。それは絶対眠たい。野球選手ちゃ欲しいなんやろ。わかちゃん夜中のツイート気使って我慢してたみたいね。確かにもう朝みたいな上がってた。チラッチラ。こんばんは、こんばんは。そうやんな、そっか。で次12時からよ、だいたい2時間かな、サッカーは。これ12時に始まったとしたら2時はギリ寝落ちしてないな、多分。分からん、頑張ればかな。でも次は絶対最初から最後まで見ます。まこちサッカーもめっちゃ詳しくてびっくりね。まこちめっちゃ詳しいよね、かっこかっこ。こんばんは、こんばんは。サッカーね、でもめっちゃさ、テレビとかで見てさ、めっちゃ面白そうやなと思って。やっぱり夜更かし、夜更かし。たまにはね。マドリッチ、スペインのレアルマドリード通称レアル所属。そうなんや、めちゃ詳しそう。詳しそう。ちょっとさ、サッカーみんなめっちゃ見てるからピカモンで見ます。10月24、27公演、11月13公演と中止電池切り。ありがとうございました、ありがとう。続きはトーナメントやから延長回り、それまでいけない。あれ PK 合戦、PK か。そうなんや、ドキドキするやつや。これを機に J リーグもよろしく、よろしく。3月で金の世界大戦 WBC ね、そやなよ。見ましょう、見ましょう。練り香水っていいの、練り香水いい匂いしますよ、おすすめです。スポーツ好きでしょ、スポーツ好きですね。次勝ったら成功成績なんやで。そうなんや。でもなんか今日誰やっけ、誰かがなんか言ってた、言ってた。なんかこの前はなんかどなっちゃらで止まっちゃったので、次はどなっちゃらに行けるようにってなんか言ってました。カビゴン帽子かぶってるか、かわいい。そう、帽子かぶってますよ。白のあの人気でなかなか買えなくない。いや、白ね、なんか空いてる時間に行って買ってますね。いい匂いですよ。サボン、サボンやっけ。のなっちゃら、かっちゃら。
サボン練り香水って書いてあります。これポケットに入れてました。あったかいポケットに入れてたから。三重県の鈴鹿には今年はレジェンド三浦和さんプレーしてたもんね。ね、三重県ねすごいよね。あ、堂安選手もっけ。鈴鹿にはチームありよ、三浦和がいてる。あ、鈴鹿にもチーム、ちゃんと知らんから調べてみます。クラチに勝ったら次はブラジル。え、ブラジルめっちゃ強いイメージ。こんばんは、こんばんは。私も白の練り香水でホワイトリリー使ってるね。白の香水ってめっちゃいい匂いしますよね。あのボディミストのあのホワイトティーも持ってるんですけど、それもめっちゃいい匂いしもしてます。ピカーでピカーです。ホワイトリリー欲しい。ホワイトリリーサボンかな。ピカー、これんこれなんや。後ろの首がで季節わかるか面白い。あ、そうやね、そうしてく。ツイッターで見ました、ありがとう。友達とキヨピカルの話をシロノワール食べながらしました。嬉しい。シロノワール美味しいよな。ね、ピカシロノワール好きやで。こんばんは、こんばんは。恥ずかしいながら練り香水っていうのは今日初めて知りました。じゃあ今日気にお揃いにしましょう。今日私はサッカーの選手、奥さんや彼女さん可愛いって話題になってる、ね、思った。めっちゃ流れてくる。めっちゃ美人やんな。すごい TikTok とかでもめっちゃ流れてきます。ホワイトティーも気になる。ピカルの美容系話聞く、嬉しくて嬉しい。嬉しいね。ピカね、そう結構メイクとかもするの好きなんで、いつかねメイク配信とかもしたいな。また最近してないの。カビゴンの格好をコーディネート、そうカビゴンコーディネートしようかな。楽しそうやな。それでもそれ新発売ブラックサンダー味です。あ、めっちゃいいな。食べた、食べに行こうかな。明日土曜日やな、食べに行けるかも。柴崎選手の奥さんと田中選手の奥さんはもっとアイドルだもんね。そうなんや、すごい。だから美人。ね、ギャルピカになるまでのメイク配信みたいな。ギャルピカでも今日結構カラコンがギャルっぽいかな。鈴木愛理さんのなんやらが大活躍やね。大活躍、昨日ゴール決めた。堂安選手は尼崎出身の。ああそうなんや。あ、テレビでやってた。なんかそのお兄さんのサッカースクールねんけ。なんかやってた中継で。今度の日本の試合より12日だから見れそう。見ます、見ますよ。なんかスタバ新作クリアしたらしい。見たツイート。面白いスポーツ選手の学生になるかな。いや、ならないかな。ならない気がします。そもそもね、ピカが将来お嫁さんになってるかの問題ですよね。お嫁に行けるかの問題ですね。まあね、当分っていうかは絶対ないので。まだまだ先の話、何十年後の話、何十年後。あ、待って、ありがとうございます。やった。つづつづだ。どっかやっとく。やった、ありがとうございます。誰や、ちょっと待ってね。タイムラインの方で見た方がいいんかな。コウさん、ありがとうございます。嬉しい。友達と話で買いに行くので、サイリウムは黄色と黄緑でよかった。合ってます、バッチシです。ギャル超かわいい、超かわいい。これ歌っていいんかな。スイカちゃんも先輩になるね。いや、そうなんですよ、めっちゃ緊張してます。何子のピカルンが客席にいて映るのかも、映るんかな。ミラーボール。
解説ではでの本田さんは摂津出身、そうなんや、幸せになれや、幸せね、いつかいつか何年後何十年後まだまだ先の見えない、まだまだ先の話ギャルピカかわいい、ありがとうございます、嬉しい、ピカちゃんめっちゃかわいい、ありがとう嬉しい、何十年後はやばいな、何十年後はやばいかなでさ、そういうもんな、20年後光る、もうあれや、36ってまだ一回女優さん目指してるもんな、そうからね、頑張りますよ、ピカは毎ツイートしてギャルファッションのルーズにやってた、嬉しい、これ見たらピースください、ぜひヤハシンの選手結婚して誇りしていなさそう。ぜひさん。ピカ先輩や。ピカ先輩。そう、ピカ先輩って呼ばれるんかな？ピカル先輩なんかな？こんばんは、こんばんは。ピカ先生、もし結婚して毎週見に行きそう。いやいや。絶対ではな、なさ、ない話。ない話。ない話って、かな。こんばんは、こんばんは。ね、自分あれやもん、言うて将来結婚願望っていうのまだないしね、結婚するできる気もしてないです来週の木曜日の公演が待ち遠しい、楽しみ、エピカも楽しみね、いっぱい練習します、ピカルンさんですかね、ピカルンさんアイピョンが半身に染まる前に織姫にしようぜ、いやそうですよね、アイピョン織姫にしますこんばんは、こんばんは、今やらかしたと思った、大丈夫でした、練り香水中身めっちゃ削ったかと思った、こんばんは、こんばんは、旧規制にはピカルンって呼んで先輩ふカスジュルケが結婚すぎ考えられへんわね、いやそうなんですよ、まだまだですねまだまだマシティユヒミカレンさんも配信してる、あ、そうなんや、10年後のもまだ NMB にいてくれたらいいなね、10年後、でも10年後まだ26、いや全然入れる年齢ですねで、ピカまで16、あ、待って、マジで歌いそう危な、こんばんは、まだ結果認めませんから、かっこうるさい、めっちゃおもろい、お母さんや無限大の未来があるからな、いやそうですね、後輩にお水買ってこいとかあかんやで、いやもうピカが買いに行きます、買いに行きます、結婚して結婚して、そんなやつあるんや、ありがとうございます、もひにさん、こんばんは、こんばんは、ピカの好きな数字ありますか、ピカは好きな数字か、なんやろ、好きな数字23は自分の誕生日のね、やつやし、まあ18由伸同士のやつやけど、ピカの小学校の時の出席番号でもありましたで10、23、18、あとなんやろぐらいかな、とずっと応援し続ける、嬉しい、あ、待って、ありがとうございますなんかこれ以外作りたいなんかありがとうございます、ジェイさんありがとうございます、ずっと応援し続ける、めっちゃ嬉しい、そうやって言ってくださるとピカもめっちゃ嬉しいです、26歳でも高校生いける予感しか、高校生いけるかな、26歳でね、女優さんになって高校生役とか前年後で26とか、若すぎる、若いかな、今日も20過ぎたらだいぶ大人っぽくなっていい、なんやろだいぶ大人っぽくなってるかな、なりたいな、
10年後のもうこの感じなら逆にすげえ中学生でいけるね。6胸、あ胸選手な、6もいいな。ドゥイドゥイタイムかな。あ待って、韓国語、韓国語、ああん読めない、読めない、ちょ読めないで、ごめんなさい、ごめんなさい。あ光なの、読めます。光る、光る、光は読めます。光る、待って、光は読める、光は読める。なっちゃらよ、なっちゃらよ、わからん、ごめんなさい。ハングル勉強したいな、読めるように。友達とグッズ作るのに使えますね。ありがとうございます、嬉しい。ヒカルのコメント見てくれる、かわいい賞1個ありがとうございます、嬉しい。 NMB 最年長が26くらいかな、いやそれぐらいなんかな、最年長。あにゃんせよ、あにゃんせよ、わらわらわら、わらわらってこのよみたいなやつ。26歳やったら恋愛学園ドラマのヒロインかな、いけるぞ、いけるかな。韓国語読めるんだ、光だけわかるんですよ、なんかこの丸書いて。光は読めるんですよ、多分光だけ読めます。書けるかな、どれが光なの、なんかこんなか、合ってるかな、わかる、る、このやつかな。こんな、伝われ伝われ、ピカがやってる、やってますよ。こんばんは、こんばんは、かわいい、ありがとう。あ待って、韓国語楽しいけど呼ばれへん、なっちゃらか、い、さ、し、い、さ、し、いわからん、え待って、気になってきた、なんて書いてあるか。なんちゃらせよせ、あ分からん、ニコでまたくすたらんて。こんばんこんばんは、まさきちゃん何語やろ、習ってるね。韓国の何が好きなの、韓国、韓国ね、でもコスメとかめっちゃ好きかも、韓国コスメとかめっちゃ好き。こんにちは、お会いできて嬉しいです、可愛いから、嬉しい、日本語でありがとうございます、めっちゃ嬉しい。何だっけ、韓国語でありがとうはカムサハムニダ、カムサハムニダかな、合ってるかな。ショールームに通訳機能欲しいね、通訳機能欲しいね、いろんな国の人が見てくれて嬉しいね、訳してはったね、本当に嬉しいですね、優しい、本当に通訳優しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。じゃあ韓国から見てくださってるのかな、ピカの配信を、嬉しい、ね、めっちゃ。やった、こんばんは、こんばんは、ね、ピカも韓国語勉強しようかな。なんか喋れたらかっこよくない、なんやすごい読めへん。何せよ、おごめんなさい。ありがとうございます、カズオさん、雪の結晶かな、 してみたいです、何やろう、シオンさんに教えてもらわないとね、シオンさん教えてもらおうかな。ピカ世界的人気やな、それやったら嬉しいな、ピカのかわいさが全世界に、全世界に広めましょう、ましょう。でシオンさんになろう、そうシオンさん教えてくれるかな、待って、打つ、誰かも打つと、夢の国、夢の国。ちょっと待って、バンされてないだけ奇跡。今日本から見てるし、日本めっちゃ嬉しいですよ。日本は歯の何やろ、何をしてるみたいです、何やろ、矯正かな、歯が痛くなるな、そう矯正痛い、ここでもなんかその病院
病院の先生によるとなんかもうそんな長くはないらしい、あと治療するのがだから待っちゃった。あさやさんハートありがとうございます、嬉しい。何時までしようかな、でも言うても10時前。で歯が痛くなるな、そうなります、本当に。こんばんは、こんばんは。なぜそんな可愛いんだろうピカルも、嬉しい、そうやって言ってくださるの嬉しいです。あられ元気か、あられちゃん元気ですよ。歯並び綺麗やのにね、もとはめっちゃ悪かったんですよ。あのね、加入した時とか結構悪かったかも。42分かも。どうしよう、何時までしてほしいとかありますか。待って、後ろに懐かしのカビゴン先輩。今更お久しぶりです。カビゴンさんいますよ、カビゴンさん。もうハーサルってるもんな、マスピース外されるの楽しみで、いやそうなんよ、めっちゃ楽しみです。こんばんは、こんばんは。ますます可愛くなるのね。いや嬉しい、そうやって言ってくださるとありがとうございます。今日のピカは一段と可愛いわ。やった嬉しい。マジでピカリちゃんの、ヒカリちゃんの笑顔も笑い方も好き。嬉しすぎる。そうだからピカ入る前っていうか昔は結構歯並びが悪くて笑うのも結構抵抗があってずっと口閉じてたりしたんですけど、最近はね歯出せるようになって嬉しいんですよ。そうそう、ピカルの可愛さ世界共通だね。嬉しい。こんばんは、こんばんは。カビゴンさん、金子さんの何かぶ、何かなんか大体差し押しとかぶってるのかな。怒られる。公園でレッスン送るの本当にうまいよ、嬉しい、ほんまに。やったね、ピカが一番意識しているところなんで気づいてもらえて嬉しいです。これはなんて読む感じ、感じ。なんやろか、なんやろ、なんやろ。ハードしてるの可愛さ倍増よ、ありがとうございますね。これからどんどん歯を見せて笑っていきます。うちは見つけてくれるもんな、見つけますよ、どこにいても。どこにいても見つけますよね。でもそう、でもやっぱり思ってんけど、証明写真で歯出して笑うのはありなんかな。ガレント公園中目はと照れちゃってこっちがそれしちゃう、照れちゃうん、かわいい。デイフィカルの笑顔が好きだ、嬉しい。なもうすぐ先輩になるけどなんて呼ばれるんだろうね。ピカネー、ピカネーって呼ばしましょうか。ピカネーピカネーね、最善解禁されますね。ね、近くなる。全員で勝つ T シャツを見つけてくれた、見つけますよ。免許証の写真は口閉じてるな。やっぱり口閉じる。証明写真であんまりハードスしていないかな。証明写真で笑うと撮り直しだよ。そうなんや。スピカはさ、証明写真、あの自分の証明写真スマホの裏にさ挟んであるんやけどさ、めっちゃ恥ずかしいけど撮るのめんどくさくてずっと自分の。カレンから見て自分のイメージは何の人、そういう人かな。ピカネって呼びもサクちゃんだけ、いやサクちゃんだけですね。こんばんは、こんばんは。ピカネ、そうサクちゃんにピカネってね呼ばれてるんですよ。お、まだ韓国な、か
なかーん、なんやろ来週の八日公演のね、応募しようかな。ぜひぜひ証明写真の写真待ってます。恥ずかしいなプリクラ感覚で自分のスマホの裏に証明写真か、あのね、挟んであるんでピカレンちゃん、こんばんは、こんばんは、うん、こんばんはんかこんばんは、こんばんは。風邪、コロナに気をつけてください。ありがとうございますね。12月に入ってからめっちゃ寒くなったのでなんか英語やったいけど、わらめっちゃめっちゃ寒いけど暖房つけてる、暖房つけてますよ。別にみんな格好したらリアルピカチュウやん。ピカチュウのあれありますよ、パジャマ、パジャマっていうの。そういえばリサちゃん大丈夫なのかな。それなめっちゃ心配です。リサが感覚が写真撮って強くしてピカチュウって言ってはって可愛かったよ。可愛いめっちゃ可愛い、ピカチュウ、ピカチュウな、ピカチュウ持ってきましょうか。こんばんは、こんばんは。なぜ走んでるんだよって思った。いや、落としたら嫌じゃないですか。落としたら嫌だから恥ずかしいやんこれはちょっと歯が折れました。で、撮るのめんどくさくなりました。ピカルン、プレイポケモン、あはは、呼ばれ多分ゲームのことやよな。ゲームでピッポケモンやってないね。やりたいな。八期生オーディションの時の出場シーン見てみて。ちょ、マジで。ピカ、あの、オーディション2回送ったんですよ。もう写真が納得いかなくて。いや、どっち撮ったか分かんなくて。どっち撮ってるんやろ。けど、どっちの写真もやばいな、覚えてます。あの、もう、前髪がヘルメットみたいで、ここぐらいまであって。本当に見せれる写真じゃないんですね。カビゴン、カビゴン、カビゴンは今度は何行こうかな、何行こうかな。ダブルピカ、ダブルピカ、ピカピカえぐないポケモン、レッド、スカルとかバイオレット落ちしてるって落ちもしないんやな。やりたいんやな、めっちゃ。でも、どっちの方がおすすめですか回とかあるんだね。見たすぎる、見たすぎる。そう。2回、そう送ったんですよ。後ろにある人形、韓国語でカビゴン、カビゴン。カビゴン。ねえ、ね、やばい方見せて、いや、やばい、やばい、いや、めっちゃ恥ずかしいんやな。ちょっとしょ、今度あさってきます。見せる気になったら見せます。カビゴンめっちゃ似てるよね。ね、カビゴン手触りほんといいよね。いや、いいですよね、めっちゃカビゴンかわいい。何やろ、カビゴンかな、ピカチュウ、ピカチュウなんやろかな2回出して初めて聞いた。いや、本当に写真が納得いかなくて2回出してよかったんかな。ヘルメット重い、前髪、本当に前髪ヘルメットで吸気扇を今頃お披露目に向けてレッスンしてるのかな。どうなんやろ、頑張ってますかね。何やろ、韓国語読めさ、やっぱ読めへん。韓国ピカチュウ、カビコン嬉しい、みんな教えてくれて。吸気扇を日々お正月来るんだろうな。いつぐらいなんやろな、全然噂待ってこないんで分かんないです。
こんばんは、こんばんは。おー、あともうちょっとでお正月ってことは、ピカルも1周年か。おめでとう、ありがとう。もう早いよな、ピカマと。なんか今年3ヶ月ぐらいしかまださなんか過ごしてない気がする、早すぎてピカル三重県出身なんだ。お隣愛知県住んでる。おお、隣やん、イエイ。こんばんは、こんばんは。ポケモンじゃないけど今度可愛すぎない。可愛い、めっちゃ可愛い。彼女性、女性ファン、 YouTube 動画上げてるね。いや、それ見ましたよ、ピカ。ちゃんとチェックしてますよ。めっちゃ嬉しいよね、ピカのファンの方がピカのこと上げてくださってこのめっちゃ待って、この前の公園でポニッテのアユピさんにほぼ剃られそうになったが耐えました、褒めて。よかった、めっちゃ。それはアユピさんの方に行かなくて安心ですよくして。ピカゴン、ピカゴン、カルンがピカゴン、ピカゴン、ピカゴンでいいなピカゴンいいやん。じゃあピカゴンで、ピカゴンでカルンはマストボールで捕まえられる。当たるかな、当たるかな。ピカ逃げますよ、ピカ逃げます。こまこま、サイビア8期生まだ1年経ってないんだね。いやでもそうなんですよ、でもこの前もう半年って言ってて、いやもうすぐ1年経つって考えるとめっちゃ早いなって簡単にババーン、来そう来そう、怖い。そろそろ10時近く、お疲れ様、ありがとう、ありがとう、ほんまや、もうちょっとや。じゃあ55分になったらランキング読みますね。かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。カルンのランナーズハイ大好きです、嬉しい。ランナーズハイね、めっちゃ楽しい。カルンランナーズハイでよく足上がるよね、こだわってますそうだね、もう1年経つんだね。ピカルンも来年28歳か。いや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 、まだまだピチピチでの17歳来年はアイドルになったなって思うことある？アイドルになったなって思うことか、なんやろ、やっぱり三重県から大阪に行くことかな全然景色が違いますね。ピアノ練習できてますか？できてない、できてないこの頃配信が増えてきて嬉しいよってね、毎日できたらいいけど、できる日はしますよ。かわいい、ありがとう。6、なんやろ、あ、読まれ、なんやごめんなさい、ちょっと韓国語マジ勉強したいな。こんばんは、こんばんは。三重県もいいとこでね、三重県いいとこですよ、めっちゃ観光の方がくださったりするんで、ね、ピカ久しぶりにあそこ行きたいね、長島スパーランド残り6分。お、ほんまやん、あの6はその6やってね。そういえば遅くなっけど、お話しかありがとう、ありがとう。もう55分になった、だから大阪に通うの大変だろうな。いやでも慣れましたよこんばんは、こんばんは。頑張ってるピカ見て、自分も頑張らんとって。元気、ありがとう、ありがとう。ピカル、光、女の子好き、ありがとう。光る、ちょちょ、じゃあつちょナバナの外久しぶりに来て、綺麗やもんな。ちょっと三重県も面白くていい人で、三重県の人も面白い人多いですよね。大阪に入るとアイドルモードになるのねいやそう、大阪ね、でも大阪他おすすめとかありますかね。サミット行わりで、サミットあったもんね。三重県出身の旧規制合格するといいね。そう、三重県の出身の子のねショールームも見に行きましたよ。海の水の公園で初めて見て気になりました。あ、嬉しい、どんどん気になってください覚悟光る素晴らしい週末は武器にならないでって、ありがとうございます。通訳もありがとうございます。感覚の人めっちゃいいしてよ、本当にめっちゃ嬉しい。じゃあちょっとね、
ランキングを読んでいきたいと思います。13位マー君さん、ありがとうございます。12位としまるさん、ありがとうございます。11位モハあたすーさん、モハサホさん、ありがとうございます。10位富士さん、ありがとうございます。9位あきちゃさん、ありがとうございます。8位ジルトエイジさん、ありがとうございます。7位おにぎり隊長さん、ありがとうございます。6位 J さん、ありがとうございます。5位お金持ち先生さん、ありがとうございます。4位5454さん、ありがとうございます。3位まさしさん、ありがとうございます。2位あさやんさん、ありがとうございます。1位こうさん、ありがとうございますね。皆さん見に来てくださってありがとうございました。長島スパーランド見ながら名古屋行ってましたね。長島スパーランドはね、名古屋行く途中見えるもんね。公園また見に行くわねって、嬉しい、また来てください。ちょっと待ってね。あ、ありがとう、ルイデイルイデイなベイビーブエアありがとうございます。ミラオール嬉しいです、ありがとうございます。明日もね配信できたらするので、できるかな明日も、ね、明日もしますありがとうございます。じゃあもうすぐ10時になるので切りたいと思います。じゃあね、バイバイあれれれれ、あ、こっちかびっくりした。じゃあね、バイバイ。